SNS 上で高速道路に関するある投稿が話題に。それがこちら。発信主はネクスコ中日本。中央道談合坂サービスエリア上り線付近では、小仏トンネル付近を先頭にした渋滞が伸びてきた際に車線規制を行っています。その場所とは、山梨県にある中央道談合坂サービスエリア上り線。この談合坂サービスエリアはいつもトイレ休憩で激混みとして知られるスポットで、サービスエリアに立ち寄る車で大渋滞が発生。渋滞が伸びているのにあえて車線規制とは一体？ネクスコ中日本に聞いてみた。 SA をご利用したお客様が本線に戻る際に、出るまでにですね、1時間以上かかるような状況がございましたので、一人でも多くのお客様がですね、トイレ休憩できるように、車線規制をさせていただいております。つまりこういうこと。サービスエリアに入る車で左車線が空き、それによって右側の車が車線変更、結果サービスエリアから出られない車ができてしまい渋滞の原因に。そこで左車線をこのように規制することで、サービスエリアから出る車がスムーズに合流でき、渋滞が緩和できるという、まさに逆転の発想。高速道路といえば、以前ジュニアさんが神田橋の折口なんですけどあそこ車線変更が禁止なんです。ほんで車線変更いいですよってなって折口がすぐあるんで、あれ下手したら降りれなかったっていう人結構いはるんちゃうかなとどうぞ行ってきてください、はい、ということで、以前ジュニアさんが言っていた降りるのが難しいというね、神田橋の折口に向かって今車が進んでいます。ドライブ大好き田中萌が行ってきました。向かうはジュニアさんが難所という首都高環状線外回りの神田橋出口。合流のため車線変更禁止区域が長く、終わったらすぐに車線変更しないと神田橋出口で降りられない。こちらはまだね、車線変更がこちらからできないところですね。でずっと長く続いてますね。そして左からの合流でちょっと渋滞してきてますが、神田橋の折り口は左側にあるんですね。で、白いラインになりました。で、車線変更して、おー、あ、でもうここが折り口だ。あ、短い。首都高切手の難所スポット、神田橋出口。車線変更禁止の黄色線から車線変更可能な白線に変わって車線変更してから出口までは、その距離およそ100メートル、なんと4秒。しかも左から合流してきた車もあり、車線変更的には確かに短い。ちなみにこちらは別日の映像。大型トラックで視界を遮られ、車線変更したと思ったらすぐ出口。4秒で決断できずに降りられない人も多いのでは。東京ならではの難しさかなと思いましたね。そう語るのは教習指導員で YouTuber のアルバカさん。アルバカさんによると、難所と感じる場所が首都高にはまだまだあるという。まずは都心環状線と目黒線が合流する一ノ橋ジャンクション。カーブの先に合流車線があるっていうところが結構難しいなってもう思いました。ちょっと初心者の方は特に 目線の誘導をしっかりしてあげないと事故になりやすいポイントなのかなって、そういう意味で難しいのかなっていう。首都高速目黒線から90度近く曲がるとすぐに本線との合流があり、車線変更区間も短い超難所。ここは私が結構難しいなと思っているところで、カーブがあるんですよ、合流の前に。でずっとそこにフェンスがあって、なかなかその合流したい車線の車が見えないんですよね。そう、このカーブを曲がって左側にね、あの走行車線というか、あの環状線ありますけど、なかなか見えづらい。ここがしっかり後ろ見ないとわからない時が多いですね。で、このもう距離もないので、ちょっと緊張するポイントです。そう、カーブでの合流、しかもフェンスで合流車が見えにくい上に合流がとにかく短いんです。
人間って運転するときカーブのその行き先を見るんですよね。なんで今のカーブでいうとこう視線が右側を向いている中で左から合流があるっていうところで見ないケースが多いと思うんですよ。つまり右側に集中していた視界を意識的に左に持っていかなければいけないため恐怖心が募る難所なんだとか。そして神田橋出口と一の橋ジャンクションの難しさを合わせ持つ難所、それが霞が関入り口から首都高新宿線への乗り換え。分岐に行くまで車線変更して間違えちゃうともう全然違う方向行っちゃうっていう、まあ、難しさ、曲がりながら合流も見てっていう、ここがまずポイントだなと思いましたね。霞ヶ関入り口から都心環状線に乗って新宿方向の首都高4号線に向かうこのルート、右側から本線に合流後すぐに分岐となるかなりの難所。そうですね、あの4号へ向かう分岐があるんですね。で乗って合流して、おたくさんいますね。合流してで4号にもし行くとなると左なんですよね。あ、もうすぐ本当だ。わあ、そうわ、今ここでちゃんと車線入っとかないともう全然行けないですね。新宿方面に行くのが難しい。あ、本当だ、乗ったらすぐ、わ大変。あのまま右車線走ってたら全然こっちの方に車線変更できず終わってたかもしれないです。霞ヶ関の入り口から入るとすぐに右から合流、しかも右車線なので後ろから来る車のスピードもまあまああります。そこをなんとかクリアしたと思ったらすぐにまたスピードのある合流車を気にしながら左へ。まさにダブルで難しいポイント。アルバカさんによればこれらをより難しくさせているポイントが、これポイントがトンネルだなと思って、人間の目って暗くなってから目がその暗さに順応するまでに少し時間ってかかるんですよね、まあ、こういうのを暗順応って言うんですけど、一瞬そのやっぱり見えなくなる。でもその先で車線変更をトンネルの中でしていかないといけないっていう、でなかなか左側に行くのが怖い道なんじゃないかなっていう感じですかね。しかしなぜこんなにも首都高速道路の合流や分岐が難しいのか。1962年、東京で初めてのオリンピック開催に向け京橋芝浦間の開通で始まった首都高建設、そこから60年かけ増設を繰り返し今の形となったため、ちょっと強引な場所もあるのです。そしてアルバカさん曰く首都高ナンバーワンの激ムズスポットが、もう例外中の例外ですね。そこは首都高速5号線の南池袋パーキングエリア。一見普通のパーキングエリア、そこからいざ首都高に出ようとしたその時、まさかの一時停止。ここで止まって、あ、ね、この短い距離で、なんで停止状態から本線に合流するその距離わずか0メートル。なんでや。しかも右側からはビュンビュン車が通過、まさにトップガンのようにロケットスタートをしなければならない場所なんです。なかなか大変ですね。停止からの加速して、おお、行けます、おすごい。この交通量一時停止がある以上は止まらないといけないと。でもうとにかく近づいてきてるときは行かない。でもし仮に後ろの車から早く行けやってクラクション鳴らされても、まあそんなもうバカはほっとけんですよ。もう事故を起こさないことが一番大事になるので、加速車線がないやんけっていう、ここがもう一番難しいところですね。私だったら多分無理でした。不思議、なんであそこ一時停止ない、かなり短い距離でした。さあ田中さん、実際行かれていかがだったでしょうか。本当もう初見殺しというか、もう知らないとちょっとこう無理かもっていうところがかなり今回多かったように感じますね。田中さん普段運転されるんですか。まあ、週1回2回ぐらいですけど。あ、でも首都高とかこの辺乗ってるんで、まだなんかこうなんとなくこの辺こんな感じかなってありますけど、初めての人にはちょっと難しいかも。今のはちょっと難しいね、あれ車にも良くないよあれ。あの急発進ちょっと助走いりますもんね。不思議ですよね。不思議よな。木下君いかがですか、この VTR。 いや、確かに難しいところあります。僕も一個ありまして、
レインボーブリッジね、フジテレビから渡って軽くこう右に降りていく感じのところ、はい、あの僕はね、あの都会の景色が大好きなんですよ、はあ、レインボーブリッジが見る、はい、あの景色をもうちょっと見たいのにもう合流で忙しなるっていうね、あ、東京タワーとスカイツリーが同時に見える、はい、あの瞬間が好きやのに、もうすぐ合流で忙しなってもうあの東京タワーの方に行っちゃうっていうね、寂しさがあります。よう分からんけど。いやいや、分かるでしょ。田辺さんいかがですか。はい、やっぱりでもこう改めて見るとね、やっぱほんとこう意地悪な作りだなというか、もう僕こう 右からの合流とかも全部なくしてほしいんですよね。えいやぐらいやっぱ僕はさ、日常的に練あの運転しないから、いや無理、むちゃくちゃ怖いんですよ。あ、そうですか。もう怖い、東京これだけ網羅してたらさ、もうああなってきますよ。なんででもやっぱりちょっとこうね、あのみんながみんなやっぱ運転技術高いわけじゃないですし、やっぱりこう僕いろんな人のこの行為でよって僕は生かされてるなって思うのが首都高なんですよ。自分の技術だけじゃやっぱ切り抜けられないというか、だそういうまあ譲れの精神がこう学べるっていうのはあると思うんですよね。え、西野さんは運転は？私免許持ってなくて、でも取りたいなと思ってるんですけど、これを見ちゃうと運転できる自信がないです。なるほどね、うん、ちょっと怖いですね。青山さんは普段は、運転しますし、あの、はい、全部通ったことありますけど、はい、とにかく首都高はこの加速車線が短いですよね。だから本当にさっき の, あの止まれじゃないけど、うん、勢いよく行かなきゃいけないだろうけど、うん、勢いよく行くっていうのはまた怖いし、ね、意味わかんない。これなんですかね、逆に勢いよく行くなっていう意味で止まれにしてるんですよね。どうね、ここで低速運転も道路交通法違反ですからね。そうですよね、やっぱある程度こう流れにスムーズに乗るっていうことが大事だと思うから、ちょっとこう改善の余地ありでしょうね、うん、そうですよね。渋滞とかしてたらどうなるんですか。もう、まあ、渋滞してたらまあ入りやすいけど、流れてる方がもっとビュンビュンしたら危ないですよね。でも高速もそうですけど、もっと言うと一般道に入るところでも、俺なんかは例えば洋画から首都高を乗って池尻で降りる、で池尻から246に合流するところが2箇所前と奥とあって、2箇所あるんですよね。であっこもう結構もうほんまにこのミラー頼りそう、であそこで、やっと前から入ろう思ってやっと入れる思ったら、この後ろのさっきまで仲間やったやつがバーってクラクション鳴らして入れさせてくれへんっていう、一緒に並んでたやつさっきまで仲間やってないっていう。いそんなことある、あの2個なんであんねやろ。いやなあれスムーズにということやねんから、後ろから入った人は前並んだ人は1台ずつ行きゃさ、うん、順々で入れんのに、うん、急に敵になるからね。味方がね、ほんまに袖ヶ浦のレガシーが。最後までご視聴いただきありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。